周辺症状 PTSD の症状と対応について、さらに具体例をいくつか挙げてみます。衣服を脱ごうとする。認知症の患者さんが突然公共の場や家の中で衣服を脱ごうとすることがあります。この行動の背後には体温調節の問題や衣服の締め付け感、あるいは湿疹やかゆみ、不快感が原因である可能性が考えられます。適切な服の提案や体調のチェックを行うことで、このような行動を予防することができる場合があります。食事を拒否する。患者さんが食事を拒否する場合、単純に好みの問題だけでなく、嚥下困難や歯や口の中の問題、食事時の環境や雰囲気、または食事そのものに対する恐怖や不安が関連していることがあります。適切な食事の調整や環境の工夫、嚥下のサポートなどを通じて食事拒否の問題を解決するアプローチが求められます。他者とのコミュニケーションを避ける。認知症の患者さんが他者とのコミュニケーションを避ける、あるいは非合力的になることがある。この背後には過去の経験やトラウマ、現在の環境や関係者との関係、あるいは聴覚や視覚の問題が影響している可能性があります。患者さんの過去の経験を尊重し、安全な環境を提供すること、また聴覚や視覚のサポートを行うことで、コミュニケーションの問題を改善することができることがあります。これらの具体例を通じて、認知症の患者さんの行動には多様な原因が存在し、それに応じたケアやサポートが必要であることを理解していただくことが、適切な治療やケア提供につながります。